今週はやっぱ田中聖さんでしょうね、もう僕は田中聖君が薬物の疑惑があったときに、その疑惑を晴らしたいと思って、本人もやってないって言ってたから、当時、田村敏の地上波ではダメ絶対っていう番組で、本当になかなかタレントで抜き打ちの尿検査やらせてくれる人いなかったんですよ、芸能界で。僕は OK してたんですけど、僕はいつでも尿検査してもらって構いませんって言ったら、すぐ番組のスタッフに尿検査を抜き打ちでやられたんですけど、まあ、陰性ですよね、3回ぐらいやられましたけど、全部陰性で、まあ、俺ばっかりそのチェックしたって、他に僕も薬物疑惑立ってたんで、失礼な話ですけどね。 で田中く君が薬物疑惑があるから抜き打ちでやって本当に出ても本当に放送するからねっていうのをちゃんとマネージャーさんと話して本人も知らないっていうことをこうそこで握って抜き打ち尿検査するんですけどあの時には陰性だったんですよねだけどその後車のダッシュボードに入れてて、まあ、所持してたかしてないかみたいな,なんかこう一回グレーみたいなのがあって。 で今度、所持していて、吸引もしてたのかなそしたら今度、覚醒剤ですから、まあ、執行猶予中だったんで、えー、まあちょっとほとぼりが冷めたら、田村淳のこう RC チャンネル、セカンドチャンスという企画があるので、そこでこうき君がまだ芸能界をやろう、で、次の第一歩が、本当に反省して、次の一歩が決まってるんであれば、なんか、 後押ししたいなと思って、セカンドチャンスというコーナー、呼ぼうと思ってたんですよね。でも、今回、覚醒剤でもう多分実験食らうと思うんですよ。これが今、疑惑ですけど、これが、まあでも疑惑ぐらいじゃあ,あんな逮捕に踏み切らないと思うんで、まあ、よほどの確証があっての、うん、逮捕だとは思いますけども。まあ、それでもね、これを皆さんこう賛否あるかもしれませんけど、結局、 執行猶予がついてるこれ甘いって言われるかもしれないけど執行猶予がついてる田中幸喜君に手を差し伸べる人がいなかったでそれは甘えじゃないかってなるとは思うんですけど結局また罪を犯してしまうのであればよ社,社会にとって犯罪者は減らした方がいいという考えの中においてやっぱどうやって 罪を犯した人に社会復帰をしてもらうかっていうことを考えるのはこれも社会の役目なのではないかなって最近思うようになってきました。ダメなものはダメだよ。で反省しなきゃいけないしもう刑を刑期を終えないとなんともですけどもでもじゃあ刑期を終えて出てきて、えー、田中く君じゃなかったとしても。 働く場所がない苦しい生活できない、えー、結局また社会に追い込まれて犯罪を犯してしまうでこれを甘いっていう人いるんだけどでも社会が手を差し伸べることができたらこの人って立ち直れるんじゃないかっていうところを皆さんはどうお考えでしょうか昨日まさに、えー「報道ランナー」という番組、うん、僕隔週でレギュラーでやってますあのカンテレの特集で。 チャンスっていう元受刑者の人のためだけの求人サイトの運営している人の話を聞いたんですよね三宅さんっていう方の。自分はどこに入れ墨がありますとか刑はどういう刑で、えー、刑務所の中ではこうやって過ごしましたっていうのを履歴書その受刑者用の履歴書をそこは作っててでうちの会社はあなたが犯罪を犯してたとしても 受け入れますっていう企業がばーっとこう貫いててでそこで自分がこの仕事やってみたいなと思ったらそこに就職すると。でこれは言ったら罪を犯したけど罪を償って出てきた人に対してある種手を差し伸べてる行為じゃないですか。でででも今ままこのの雑誌が出るまでは受刑者の人 たたたちに優しいい就職案内所みなのはなかったんですよねでもやっぱ特別だと思いますもう今この時代になって名前を打ち込めばその人がやってしまった犯罪と一緒にねこうネットに出てくるでしょうから甘いですかこういう考えはどうですかね僕はセカンドチャンスっていうのは与えるべきだと思うんですよ。だからセカンンドチャンスっってていうコーナーナやってるし でもいくらなんでもね反省してない人とかこの人ってセカンドチャンスを社会が与えてもそれをチャンスを棒に振りそうみたいな人は応援できないんですけど応援したいじゃない。特に僕は自分の周りに結構つまずいた人も俺自身もつまずいたことあるし極楽トームの山本さんにしても相方の田村亮さんにしてもやっぱ周りにつまずいてる人多いんですよ。 まあ、あと、ガーシーもそうですよね。ガーシーは強いから、もう、そのセカンドチャンスとかなくても、一人でどん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 道を切り開いていってるけどね。でも、田中聖君は、だから、田中聖君にしても、堤下にしても、田中聖君もサードチャンスです。で、今の段階でこれって言うと、甘いって言われるのは分かってます。だけど、めちゃめちゃ、俺が思ってる、甘いってことも言いたいし、 田中く君の周りの人たちがどんだけこう傷ついているかとか怒鳴るとかじゃなくてちゃんと理論立てて説明してプラスあなたがダメなこともあるけどファンの人とかはねその輝いてた表現者時代を知ってる人たちはずっともう一回そのステージに戻ってもらいたいと思って応援してる人もいるのも事実ですから。ででもも今回裏切ったたことでその人たちも また離れていくかもしれないけどなので、えー、今ここでもう早々と宣言しておきますけど田中聖んが営を終えて芸能活動がやりたいと思っていて反省して、えー、次の進む道を自分でこういうことをやりたいんだっていうのが明確にある場合においては僕はサードチャンスという企画で対談したいと思います。で なんで執行猶予中の身でありながらもう一回覚醒剤を所持してしまったのかっていう話を聞くことは僕はみんなにとっても有意義な情報になりうると思っています。なので堤下にしても田中樹君にしても本来ならセカンドチャンスっていうコーナーなんですけどサードチャンスという名前で、えー、この2人に関しては タイトルが変わりますけどお越しいただきたいなと思います。<music>